ハサナルゴル・キア国立競技場は、ブルネーの首都バンダルスリブ川にある多目的競技場である。首都して、サッカーの試合に利用されている。1983年に開場し、1999年に東南アジア競技大会開催を控え、大型映像ビジョンの設置や観客席の修繕が行われた。競技場の収容人数は3万人。 ブルネーダルサラーム国では異例のことであるが、この競技場の建設資金の一部は一般国民からの寄付によって調達された。最終的な寄付金額は110万2761.57ブルネードルであり、建設費の約1.1%が充足された。建設費に占める寄付金の比率は小さいものの、ブルネー国民が競技場の設置に 大きな関心を持ち、支援をしたということを示す出来事であった。この競技場は、ハサナルボル、キア国王の父で先代の国王であるオマールあり、サイフリン3世の70歳の誕生日に合わせて1983年9月23日に開場した。会場日の夕方には、サッカーの親善試合が開かれ、サッカーブルネイ代表とイングランドのクラブチーム、 シェフィールド・ユナイテッド・ FC が対戦した。この試合は、この競技場で開催された初のサッカー大会となった。実差と多質な気候という条件の中、シェフィールド・ユナイテッド・ FC は、ブルネイ代表に1の0で勝利した。翌日にも、同じ対戦カードで試合が行われたが、1から1の引き分けに終わった。ありがとうございます。